メイドインミーに入った理由、ざっくりでいい。なんかあのまあ音楽、まあ、一番音楽だね、やってる音楽が、うん、すげえ魅力的だったし、俺普通にファンだったってことも、まあ、もともと俺のこと知ってる人は発信してるから見てると思うんだけど、まあテディが解散した時に俺はもう本気でバンドをやることはないのかなって心のどこかで思ってて、だからそのやる気はなかったんだよね。わかるよ、うん、でもなんかこう話を聞いて思想とか誰もやらかしてないっていうか、やってないことをやりたいっていうスタイルみたいのが、うん、まあずっと俺にもあって、はあはあはあ、なんでみんなと違うバンドっていう生き方を選んで、うん、バンドの中、バンド界隈の中で同じようにみんなと同じようになっちゃうのっていう気持ちがずっとあった、バンドやってること自体はマイノリティなのに、そうだね、そこに対してみんなと同じようにしようっていう感覚が俺にはずっと理解できない。まあ、あれね、バンドマンの中のサラリーマンってやつだね、うん、そうそうそう、それ嫌だなって思って、じゃあ一緒にやるなら、まあ、弾こうかなっていうふうにはずっと思ってたから、でもあれだよね、そんなに回数も見てないもんね。そうっていうのもあるし、ぶっちゃけ俺はメイドインミーに入ったら食ってけるなって思う、まあ、それは言ってたよね。俺的にもストレートにそれだった、入ってほしいってもちろん気持ちはあったけど、前ももちろんバンド一緒にやってたし、けどやっぱ委ねなかったんだよね、やっぱ言わせたかった、まあ、そうそう、お前が言うならまあ入っていいよぐらいには。ただそれの言葉がね、なんか単純に食えると思ったからっていうのは、あ、こいつとならじゃあ一緒に地獄落ちればいいやって思った。そうだね、まあ、そう、食える、絶対食えると思ったから入ろうって思ったし、なるほどね、あの日ライブ見に行ってなかったらそうなってなかったし、エモいね、いいね、いいね、はい、